早弁です。今日は秋田県の県北大館煙突さん久しぶりに来ております。この煙突がねやっぱりトレードマークのお店ですよね。久しぶりですね。秋田に赴任して以来4回目ぐらいになります。この後行ってきます。はい、来ました。こちらの方が煙突風のスパゲティ、ハンバーグ付きですね。ですね、この後もいただいてます。はい、美味しくいただいてまいりましたね。久しぶりでしたね。で、あの煙突風のやつ、以前ちょっとね、あのひょんなことでデミグラスソースとの相味になって単体の、煙突のソース初めてでしたけどね、これも美味しかったですね。ホワイトソースにチーズ、それと意外にね、あのニンニクとかも効いててね、美味しかったですね。で、あのちょっとしたバーチュールだとかも少しだけ入ってたのかな。で、鉄板で焼いてるので麺の方が少しね、焼けて焦げっていうかね、カリッとしてる部分もあったりとかしてね、美味しかったですね。秋田も昨日初雪でしたけどもね、いい感じで雪も降ってきましたね。またね、来たいと思います。阿弁でした。ご視聴ありがとうございました。